なんでしょうね、まあ、福島の人に見せた時に、ですね、福島の人がおそらく納得するだろう映画っていうんですかね、さまざまな偏見とかさ、まあ、ひどければ差別のようなものがある中で、まあ、映画がそういうものを解放してくれる力があるんじゃないかっていう信念がありまして、まあ、優れた映画ならばそういう力があると思ってまして、で双葉から遠く離れてっていうのはもうまさにこの望んでいた一本っていうか、まあやっぱり縮図だとは思いますよね。福島が置かれている状況のどういう意味でかというと、まあ、あの分断ですよね。あの意見のはっきりと意見が分断して、あのもっとはっきり言うと、もうあんまり言いづらいことになりつつあるんですけれども、要するに停戦量被爆のリスクをめぐる分断ということですよね。それに対して双葉町長というのは、まあ、もう絶対に揺るぎないラディカルな意思を持った人で、まあ、その首長があんな風にはっきり揺るがない態度を取ったって多分あのもう ないですよね、他にね。だからそれでできるだけラディカルに、あの決して国に対してあの後ろを見せないっていう構えで やっていった、まあ、結果孤立してこういうことになったっていうことですよね。不思議な場所になっちゃったんですよね、双葉町っていうもの。それを、まあ、ある種監督、まあ、編集撮影して編集する立場の人が、まあ、さばいたり変にあのまとめたり、あのあれ例えばお涙頂戴の物語にしちゃったりしないで、その複雑なままに、なんでしょうね、いろんな意見がある人のその矛盾とかそういうものも含めて作り上げようとした点でしょうかね。だから見どころは一言で言うとやっぱ 人ですかね。人を撮ってるっていうことだと思いますけどね。長期取材して双葉の人の、はい、双葉の人ならではの人の感情を撮ってるってことでしょうかね。風評のようなものはありますけど、あれはもう一部の声なので、やっぱり僕の周りにいる人は、多くの人はすごく関心を持っているし、あの助けるのは当然だと思っているし、まあ、次は我が身ですからね、原発問題は。だからあの福島の人たちとその外の人が、うん、絆っていうとなんか照れくさいんですけど、でもそれは あると思いますね。だからそれはあの一緒にやっていければいいなと願っています。